こんにちは方程式チューバーバです今お見せしている一時不定方程式の問題、えー、今からこの問題をお読みします読み終えてから7分以内に括弧1番と括弧2番の回答をされてみてくださいではまず問題をお読みしましょう自然数 LMN について以下の2式がある1つ目 3L プラスの 5M=1702 つ目2 3 l ス1 1 n 1 この時、以下の問いに答えよ。かっこ 1, 1つ目の式を満たす。すべての l を大きい順に並べたとき、中央に来る値はいくらか。12。25。3。34。35。5。上の4つの答えはどれも正しくない。動かしますね。 では次ですに1つ目の式と2つ目の式を同時に満たす L のうち最小のものはいくらか1、30、2、35、3、44、45、5上の4つの答えはどれも正しくないちょうど2020年、1年前になりますけれども防衛医科大学校で出題された問題ですそれでは7分以内に回答をされてみてください 頑張りましょうそれでは括弧1番の解説ですまず括弧1番はこの1つ目 3L プラスの 5M イコール170の式を満たす全ての L を大きい順に並べた時に中央に来る値を聞いていますそこでモッドで計算していきましょうよろしいでしょうか 3L プラスの 5M イコール170ですから3と5絶対値の小さい方は3ですから方を3にしますつまり 3L プラスの 5M 合同でですよろしいでしいょうかここで気をつけなければいけないのは 5m です 5m というのは分解してあげると 3m+ プラスの 2m です項が3ですから3で割ると余りが3 l もこちらの 5m を分解した 3m+ プラスの 2m の 3m も0になるんですよねですからこの 3l が 05m を分解したこの 3m が0 2M はそのままま残ります170を3で割り算してあげると余りが2ですから合同の2という形になりますのでこちらの 3L プラスの 5M 合同 170MOT3 というのは 2M こちらの 2M ですね 2M 合同 2MOT3 というふうに書くことができます。そこで割り算をしましまょう 実は合同式の時に割り算はできないというふうに情報はできないというふうに習った方が多いと思いますけれどもああるる条件の下ででれればやれるんですねそのある条件というのは何かというとこここは両辺2が共通していますこの共通している2と方32と3は互いに素ですからこのような場合には割り算ができます。ということで動かしますよ。ここまででいいかな。 すると2で割り算をしてあげると M 合同1もっとの3となります。よろしいでしょうかこれは一体何を意味しているかというと3で割り算したときに何をか M を M を3で割り算したときに余りが1になりますよという意味です。ですから M イコール 3K プラスの1と表すことができますよね。ところで K は整数としましたけれども実際には M が自然数ですからどういうことになるのかというと実は自然数じゃなければいけないということから k はえゼロ以上の自然数になる。これを丸一にしましょう。それでは今、m イコール三 k プラスの一ということが分かったところで。こちらの三 l プラスの五 m イコール百七十の m のところに。三 k プラスの一を代入して、l がどうなるのかを求めていきましょう。動かしますよ。よろしいでしょうか。 するとどのようになるかというと 3L+ の5かっこ 3k+ の1イコール170です。計算をしてあげると L イコールマイナス 5k+ の55が出てきます。実はこれ括弧こ2番目で使いますのでちょっと覚えておいてください。さて、今、L、というのは自然数ですよね。ということからどのようなことになるかというと。 L というのは自然数ですから当然このマイナス5 k プラスの55は大なり0です。ということから K は小なり11が出てきます。先ほどちょっと動かしていいかな。K という条件がこちらでしたよね。K は0以上の自然数だというここととが出てきました。ということでこの1と今出てきたこちらを合体させましょう。よろしいでしょうか えつまりえ k が小なり11と丸1で出てきた k 大なりイコール =0 これを合体させると k は具体的にどうなるのか k は0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10が該当すするとということになりますさて l=−5k+ の55の k が0123410まで該当するということですから各々代入して。 L イコールマイナス合計プラスの55の K に0を代入する、1を代入する、2を代入する、10を代入して値を出していきましょう。すると、K が0の時の L の値が55、1の時の L の時の値が50、2の時の L の時の値が45となりますから、これを順次やっていくとどうなるのか。ここでいいかな。これでよろしいでしょうか。えするとどうなるのかというと、 実は大きい順に並べれば5550455ずつ減っていきますよね5までということで大きい順に並べてみました中央に来る値はいくらかと聞いていますから中央は両サイドごとにこう詰めていけばわかりますね30ですということで中央に来るのはカッコ1番の答え3番の30が答えになりますカッコ2番の解説です 括弧二2番の解説はどのような問題だったかというと括弧二2番はこの1つ目の式とこの2つ目の式これを同時に満たす L の最小のものはいくらかと聞いているわけですねところで括弧一1番のこの式というのは実は L イコールマイナス 5k プラスの55と出ましたよねこちらをまず1つ押さえておきましょうそして次にこの括弧二2番の式こちらを合同式を使って解いていきましょう よろしいでしょうか？では、行きますよ。この括弧2番の式は 23l-11n =1 と書いてありますから、法はどうすればいいかというと、絶対値の小さい方が法です。23と -11 の絶対値は11になりますので、法を11にしてあげましょう。つまり2つ目の式は 23l-11n 合同1。 もっとととなりますよねところで 23L というのは分解してあげると11をベースに分解してあげると 22L プラスの L です。22というのは 2×11 のことですよね。ということで 23L はこのような形で 2×11L L の L という,ふうに書き直しましまょう、えー、頭がなくてでも十分大丈夫ですよ。すると法が11ですからこちらの 2×11L というのは余りが0になりますのでこちらはなくなるわけですよね。 n もなくなります。ということで残るのは、L、合同1もっと11が残りますさてこのあと動かしてよろしいでしょうかこちらまで動かしましょう。何をするのかというと実はこの L が一つ目の式で L=−5k+ の55と出たわけだからこの L のところを −5k+ の55とすり替えてあげましょう。すると この式 L 合同1もっと11というのはどうなるのかというとマイナス合計プラスの55合同1もっと11ですちなみに55は11で割ると余りが0になりますのでこの式はどのようになるかというとマイナスの合計合同1もっと11となります一応丸 ② と置いときましたさてこの後のこの丸 ② の攻略なんですけれどもこんな形で攻略をしてみるといいと思うんですよ少し動かしますね ここまででいいかなこの二の攻略というのは実は法がとといううことからも一つの式を登場させるんですどういうことなのかつまり法が11ということは1 1系1 1の倍数は余りが0ですよね。ということで1 1系合同0もっと11という式が必然的に成り立ちますよね。② と三合同式の場合には足したり引いたりかけたりすることが可能でしたから足しましょう。 丸三と丸二を足してあげるとどうなるのか。十一 K とマイナス合を足すから六 K ですよね。ゼロと一を足すから一です。もっとの十一です。ちなみに十一で割って余りが一になっているんだけれども、これ以外に何があるのか、仲間は何なのか。実は十一を足してあげた十二というのは、この十二は十一で割ったら余りが一ですよね。ですからこの緑の丸をつけたところには十二が来ても、二十三が来ても、三十四が来ても何が来てもいいんです。 仲間であれば。ということでこの1を12に書き直してあげましょうすると6合同12もっと11となりますす何をするのか実際には割り算をします割り算は先ほど申し上げた通り実はできないと習っている人たちが多いと思うけれども6と1212 12は 6×2 ですからこの6と共通している両辺に共通しているのは6が共通していますよね。6と11 互いいいににその場合には両辺をでで割っていいんです動かしますよ。するとどうなるのかするとここまででいいかなはい。するとどうなるのかというと6と方11は互いに素だから両辺を6で割るよ。そうするとこれは K 合同6で割って2。モッドの11です。何を意味しているのか ?K というのは11で割ると余りが2になるよねっていう話ですよ。ちなみに。 K は11と割ると余りが2になる子供たちというのは、まず小さいのが2、その次は11を足してあげれば13、この13も11で割ると余りが2、次は24。この中で一番小さいのが2なんです。この問題では 最小の L を求めましょうということだから当然 K は最小の2これを使うんですよねしたがって今お話をした通り K が2の時の最小つまり L イコールマイナス 5×2 プラスの55答え45こちらが答えになります、えー、こちらの場合の答えは4番の45が答えですでは答えの確認ですカッコ1番の答えは3の30ですカッコ2番の答えは4の45です 今回、えー、合同式の計算、えー、MOD で計算を進めてみましたどうぞ、えー、皆さんも合同式 MOD での計算がスムーズにできるように頑張られてくださいお疲れ様でした受験頑張られてください